ポプラ並木北大ポプラ並木は、北海道大学札幌キャンパスにあるポプラの並木道。北大第一農場から望むポプラ並木北海道大学のシンボルであり、観光地として有名なポプラ並木。日本政府観光局の訪日外国人向けサイトでは、札幌市時計台、北海道庁旧本庁舎と並ぶ札幌市の観光名所として紹介されている。 理学部の裏手から第一農場へと続いている。札幌、ふるさと文化100選のナンバー088、並びに、帰宅歴史と文化の88選のうち、1、文学と学問の道、鉄西幌北コースに属する、15、北大ポプラ並木として選定されている。元となったのは、北大の前身である、札幌農学校の第2代校長、森玄蔵の息子、 森博氏が1903年にアメリカから持ち帰った数本の並木である。これを南高次郎教授が農道の赤シア並木に続くように植えて育てた。1911年、ニトベイナゾウに同行してアメリカに渡った南は農場の風除けにするために多くのポプラを購入して持ち帰った。翌1912年、これを上田半次郎助手や 林学科の学生たちが森のポプラに加えて植え、並木が出来上がった。1954年、東山ル台風によって数本のポプラが倒れた。1959年の台風による被害はそれ以上に甚大で、10本以上が倒木となり、大学内では伐採論が唱えられるようになった。だが、小学3年生女子からの、切らないでという手紙を受け取った。 町村金吾北海道知事の働きかけにより新たな内儀が植えられ以前にも増して立派なポプラ並木となった。しかしその後倒木の危険があるという理由で立ち入りが禁止されるようになった。有志比のポプラ並木2004年9月8日札幌を襲った台風18号によって北大キャンパスの木々は壊滅的な状態に陥った。約50本のポプラ並木のうち 残ったのは立て直した2本を含めて32本だった。旭川市の製材所に運び込まれたポプラ倒木のうち、両室の板が取れた1本を使ってチェンバロが作られた。並木が抜けた箇所には若木が植えられ、また路上にウッドチップを敷く整備がなされることで、一部の立ち入り規制が解かれ散策が可能になった。このほか、過去には、 札幌テレビ放送のクロージング映像に使われたこともあった。花木園黒百合の群生ポプラ並木に隣接する植物庭園。並木が立ち入り禁止だった頃は、この庭園から作しに干渉する方式が取られていた。入り口近くには、ニトベイナゾウの胸像が据えられている。かつて北大校内に数多く見られたが、開発によって消失した黒百合の群生を、 再現しようという試みが花木園でなされており、約700個の球根が植えられている。平成ポプラ並木既存のポプラ並木の老朽化に伴い、2000年10月、北大層元125周年記念事業の一環として植樹された新しいポプラ並木。若木は、旧ポプラを挿し木によって増やしたクローンである。所在地は、旧ポプラ並木から農場を隔てて500メートルほど北で、 あり、手稲山を望むように東から西へ伸びている。ポプラの切り株かつては、北大キャンパスのメインストリート沿い、中央食堂の前にもポプラが植えられていたが、すでに伐採されて、切り株だけが残されている。2001年1月、樹木医の検査によって倒れる恐れから伐採すべき、危険目や、その可能性がある、要注意目が洗い出され、大学の広報に掲載された。 それに対し、適切な処置を行えば、伐採を避けられるのではないかという異論が唱えられ、堀淳一を代表とする北大キャンパスの樹木を考える市民の会が結成された。会の活動の結果、伐採予定だった春にで4本の延命は決まった。ものの、危険目10本、要注意目2本と診断されていた、中央通り沿いのポプラの伐採は覆らなかった。理由の一つは、 秒速32メートルの風が吹けば、春にでは耐えられるもののポプラは倒れるという工学部での風洞実験の結果だった。市民の会は決定に対して強行に反対することはせず、代わりにポプラ材を用いた記念品を作ってはどうかと提案したが、これらの木材は国家財産だから市民に配布はできないと却下された。伐採から2年後、 平成16年台風第18号の被害を見た人々からはやはり切っておいてよかったという声が上がった。伐採反対派の意見には秒速30メートルの強風が吹く時に人通りがあると考えるのは非常識だというものがあったが実際の台風当日には雨が降っていなかったこともあり多くの学生が無防備に樹木の下を歩いていたのである。ありがとうございます。